こんばんは、メガトンです。テスラ VS ラブクラフトエーテル界があと2ステージということで、狂気の山にて、はい、さあボス出ちゃう感じかな。またこれ狭そうなステージだよ。やばいやばい、レーザー君が出てきたね。レーザー君が、うー、なんだ、んー、これは2種類出ちゃう系ですよ。これが強いのも分かってるので、プロディジーずっと打っちゃうわ。アビリティ無限に使えるってことでしょ。やべ、すげえの出ちゃったね。使いやすいやつがいいな。はい、レベル調段して、使いやすいの出ねえかな。はい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 、いやこれ使いやすい、という方かなと思うけど、あ、これ一撃じゃない、もしかして。あ、いいかもしんない、これで。あとは回避回避で。エピック無限連射ショットガン。無限じゃねえよ。何？エピック連射ショットガン。なんか弾がさ、輝いてない？はい。何が、どういう感じなの？性能的に。ほい。あ、これ、いいかもしんない。スピードさらにスピード上げよ う、 もう避けまくって、当てまくって、潰しまくって、マリオ系のあのドッスンをこう自分の手で落とせるみたいな。よし、貫通して、やっぱ追いつかれた、まずい、ほい、強いやつはこれで、ほいや、回復がちょっとやべえか。リーパー弾来た。もうね、あて、あれ、そうか、あいつ来んのか、これ当てまくるから。はいはいはい、やばいやばいやばい、ちょっと回復欲しいな。ダメ入ってるこれ、うおうお、これで、あ、いいねいいねいいね、で倒した。素晴らしい、プロディジーだよ、やったぜこれね、素晴らしい。そういうバンドがあるよね。さあラストステージ、オーデンクリフトワーの戦い。またあれか、来た。No. The progress must never stop. なんかこれあれか、テスラさんのなんかなのか、バックファイヤー持ってるね。テスラさんの実験をラブクラフトさんが止めようとしてる感じ。うん、どうしようかな、シャッフル、あ、やばれと、あんまり見ねえか、電池を拾うのだ。ほい、電池出ない、あ、レーザーガンだよ。これは射撃スピード上げた方がいいのかっていう武器だね。高速リロードもありか。ほい、電池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 取って、電池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 取って、あいつら来たな、やべえな、ほい、2回目やる、ギフテッドにすっか、スパーク、やっぱダメだ、レーザーガンちょっと使いづらい、ギフテッド取りに行くぞ。ほい、来た来た来た、おいや、
シールド、リロード頻繁にするからな。あ、レベル2個上がった。リーパーだ。たまに3発打てるときあるけど、何なんだろう。さあ、これで起動。おいよ、また3発打ったね、今ね。取るぞ。よし、リジェネレーション。ここはまあ長期戦になると予想するよ。あれはガウショットガンかな。電池取った。やべ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 、テスラか。いや、電池、テレポートの回復が意外と遅いよね。リローだ。これ、さっきのエピックか、強かったのは。あ、連射力全然低い。連射力がやばい。やっぱエピックだったからか、さっきの。あ、なんか出た。 なんだ、なんか撃ってるけど、カウンターで。あ、ファイヤーバレットになるとあれになるんだ。なるほど、撒き散らかしてたね、なんかね。移動上げよう。起動できる。はいよ。次レアファイヤーバレットやろうかな。ビッグフュージョンじゃない、あれ。ビッグフュージョンあったよね、今。通れない。ビッグなフュージョン。あれ消えた。上か、上上上上。そこそこそこ。取れそうにない。メカで。あ、消えた。臭い。ビッグフュージョン、レアファイヤーバレットと、もう一回これで出まくるじゃないの。俺のビッグフュージョンはポイズンだ。なくなった。ガンガンレベル上がるぞ。貫通、これに貫通意味あんのか。あと2つ、これ取って、あと1個。はい、して何かあるぞ。エーテルギフテッドもらうか。これで火炎弾取ると結構いいのか。電池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 取って、あと1個。起動できねえな。やばいやばいやばい。ほいほい、起動する。火炎弾、これがあると、まあすごいことになる。リーパー弾もう倒し放題なんじゃないのか。追加バレルがあればな。で、また電池か。電池電池電池取って、向こうに電池核、核も1個ある。なんだろうな、テレポートがちょっとヤバめなんで。電池で、起動すればいい？あれまだ？フロストバレット。はいよ。お、いいね、いいね、いいね。足止めができるのかな？起動。で、さらに火炎だ。出てきたね。やんちゃん取ってみる？タコの足が。いや、追加バレル全然出ねえな。やばいやばい、タコだらけ。あれ掴まれたら死ぬのかな。地雷です。ダメージ判定ないよね、あれ。やべ、通れる。
なんとか生きてます。あと20秒回復したいね。ギフテッド下にあるね。あたたたたたた、取るよ。あと14秒。これは耐えれば勝ち。このラブクラフトさん何をやってるんだ彼は。爆発するまでのタイムラグがあるねこれ。ほい、うわべべべべべべ、うお、倒した倒した倒したね。ウルトラキル、これどうなんの、このまま終わるんだっけ、なんかあるんだっけ。またくさくね。お、クリア。さあこれはどうなの、このあともう一度繰り返すんだろうか。いくぞ。嫌な予感。ちょっと違う。エルドリッチの魔法。お、なんか普通にスッと飛ばされたね。来た、エルドリッチ界についに入りましたよ。そうなのか。で結局ラストステージはこう行ってこうなんだね。分かった、まあウォーデンクリフなんだね。分かりました。溜まってねえな。 OK です。ということで、後ろ後ろってなんなかったね。まあまあまあ、とりあえずエルドリッチ界に飛ばされてしまったのでまた一からだ。さあどんだけ難しくなるのかちょっと気になるところだね。あとこれ光ってなんだ、これダイヤが12個、66倍になってんね。このなんだっけ、エーテルクリスタルの数が、そういうマークなのか。ということで続きはまた次回。今回はここまで。それではまた。